セミナーとか行くと大体同じような人が、私の場合だと経営企画の人がやっぱりいっぱい集まってくるんですけど、全くそうじゃなくて全く違う意見が聞ける、そこはやっぱ非常に珍しいし刺激になります。会社の中でも上の方でこう活躍されている方、そういった方がこう謙虚にこう聞いてくださったりとか、朝から熱い社会人が集まる場があるんだなってことで驚きでした。やっぱり自分の意見をこう言える、なおかつそこを聞いてもらってまた違 う、 こうアイデアがこう積み重なっていくっていうところがモチアップの魅力だと思います。経営者の方のコンテンツ、素晴らしい内容を見せていただくのはありがたいんですが、それ以上にこの皆さんが一緒にこう作り上げる場合も、朝から勉強会って怪しい人たちの集まりじゃないかなとか、異業種交流会とかいうのがあったんで、もうそんなのはいいって思っててハマってしまいました。すごいなと思ってます。魔力、はい。朝のこうルーチンというか、何か1週間のなんか仕事の動きとかがリズムが良くなりました、はい、ものすごくいいです。私は毎週大体木曜日に参加をしてるんですけども、水曜日の晩になるとだんだんとこう意識が変わってくる。明日は木曜日だっていうなんか楽しみもあり、最初は朝起きなきゃっていうところがあったんですけど、だんだんこう変わってきたんです。起きるのが楽しくなってきた。実際参加してみたらすごく朝から元気が出るというか、モチベーションがすごく上がった状態で仕事に取り組めるっていうところが一番感じています。参加する人の多分多様性だと思うんですね。会社経営してらっしゃる方もいらっしゃれば、組織に属してらっしゃる方もいれば、実はご家庭にいらっしゃる方もいれば、そういう様々な方が集まってお話ができるっていうのは、クリティカルシンキング思考、そういう脳を作っていくあのトレーニングにもとってもいいんじゃないかなと思います。得た知識が同時に知恵化できるっていうところがこのモチアップの素晴らしいところですね。それが1時間半の間でコンパクトにまとめられているから、とってもトレーニングになりますね。社員教育としてこの場を使っている企業さんもあったりとか、あの多様性はものすごくあるので、そこは面白い。勉強したいなっていうのを大体テーマ選んで勉強会に普通に行くんですけど、モチアップの場合は非常にそれが何が今度出てくるか基本的にわからないんですよね。なんでその自分で選んでないものを勉強できる。ランサーズさんの時とかはあの社員3人で一緒に見て、こういう組織にしたいよねみたいな話はやっぱりしましたね。ここでの映像のコンテンツっていうのはシェアしやすいように、意見が出やすいようにあの映像を作られているなっていうのが一番大きいな。来る人たちが最初はちょっと元気がなかった人でも、そこに入ると私みたいにできないできないって思ってた人がガラッと、あ、できないんじゃなくてできるようになればいいんだっていう風に変われる、そのなんか場の力っていうか熱い場っていうのがモチアップにはあると思います。